から、うん、千日手前の、10年がほったらかしだったりしますもんね。うんうん、だから裁判で揉めたらしいんですよ、あれ。だから手つけられなかったらしいんですよ、あれ、うん、なんかね。そうですね。で、うん、燃えた、そのまま廃棄みたいになって残ってたら、うん、十数年残ってたらしいんやけど、うん、で84年にプランターになったんかな。うんうん、で、あれ、ね、その元になった話をね、その、いっぱい改装してるんですよ、プランターで。うんうんで、帰り、そして明日が開店やいと、前の晩に、うん、やっぱバイトの女の子が、うん、おって、夜中までやっとったんですよ。うん、で、それはね、内装と、内装の飾り付けとかね、うん、あと、まあ、雑用ですね。うん、それを支店長と一緒のことやってたらしいんですよ。うん、で、あと、まあ、他の売り場の人が、まあ、ポンポン、ポツポツ残ってるぐらいで、うん、やってたらしいんやけど、うん、だもんね、ほんだんだん他の売り場の人も帰っていって、うん、あとのことは自分のこと支店長だけになったんですよ。うんうんやっとって、やっと終わったんですよ。うん。まあ、はよ、帰りたい、帰りたい思いながらやっとったんですよ。うん。まあ、1時ぐらい終わったんですよ。うん。ほんならね、プランターってね、あれね、店舗は7階までなんやけど、あと8階にライブスペースがあって、うん、あと従業員の人の、まあ、休憩室とか、うん、あとまあ、更衣室ありますよね。うん。休暇に、休暇にあるんですよ。うん。で、その休暇が、ああ、やだよ、終わった、帰ろうと思って、その休暇行きかけたら、その支店長に、あ、ちょっと、なんとか悪いんやけど、ゴミちょっと捨てに行くから、うん。ちょっと、手伝ってくれへんって言われたんですよ。うんうん、で、まあ、早く帰りたかったんけど、まあ、事務所がおれへんから。うん、あ、いいですよ、言って。二人、段ボールとゴミ持って。うん、薄暗い廊下歩いてて、気持ち悪いな、歩いてて、行ってたんですよ。うんうん、ほんなら、まあ、エレベーターがあって、うん、乗って、うん、で、ずーっと降りていってんけど、ほんなら、その女が、ちょっと変やな、思ったんですよ。うん、まあ、そう、まあ、感覚、あんま、これはま、あくまで感覚的なもんでね、気のせいかもしれないんだけど、うん、まあ、4階、3階、2階、1階で降りてくでしょ、エレベーター。うんうんえらい長いなと、エレベーター。ああ。乗った時間が。はいはい、はい。だけ長いなと。うん。で横見て、支店長の顔見たら、支店長は別に普通の顔してるんですよ。うんうん。私は気のせいかなと思って。うん。で、着きました、地下に。地下に、地下の1階にゴミの集積所あるんでね。うんうんうん。着きました。ほな、支店長がこっち見て、えらいエレベーター長かったなって言うんですよ。はいはいはい。自分だけなかったよ。うんうん、ほな、空き前。ほな、真っ暗なんですよ。うん。うん、真っ暗なんですよ。うわーと戻ったら、うん、下地、あれ人おるなって言うんですよ。どこですかって見たら、確かに、向こうの薄から向こうの方ね、ようさん人歩いてるんですよ、なんか。動いてるんで。うん。で、下地は、あ、なんか、ね、並んでるみたいだから、君、いいわ、さっき帰れ、僕らから、さっき帰りって言ったんですよ。うん。あ、すいません、じゃあ帰らせて、上がります、お疲れました、って。で、その後、エレベーター乗って、また、9階、個室なんで、上がっていったの。今度はスーツいたんですよ、休暇に。うん。後もついて。ほんで、着替えて。うん。ほんで、もう、ちょうどもう、電車ないですからね。もう、夜中1時過ぎますから。うん。ほんで、タクシー乗って、時計見たんですよ。うん。ほんなら、夜中3時なんですよ。これがね。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってってなって。うん。いや、確かにエレベーターちょっと時間長く感じたけど、それでも、だいたい仕事終わって、段ボールのあれだ、ゴミ捨てのただ頼まれて、うん、近いから、さ、せいで3、4分やったわ、せいで、うん。そうでしょうね。うん、何で時間経ってんのと思ったんですよ。うんうんうん、2時間経ってるんですよ。うん、この空白は何やと。うん、で、ほんで家帰って、寝ようもったけど、なんか寝つけなくて、せ、うん、けど、まあ、いろいろ考えてるじゃん、まあ、寝てしもったんですよ。うん、で、朝、ほんで、リリリリン音がして、うん、それ起きて、ほんなそれ、目の下の時やったので、電話の音やったんですよ。はい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 。もしもし、って出たら、あ、この朝早くすいません、って、その、自分が飾り付けたぞ、内装の飾り付けたぞ、店のスタッフの人なんですよ。うんうんうん、朝から、朝からすいません、じゃあ、うん、あなたが手伝ってくれて店のね、スタッフのもんですけど、言って。うん、で彼女はなんかちょっと、あ、なんか私、手打ちがあったかなと思ったんですよ。うん、ちゃんと、手抜かれのやったつもりやけど、なんかね、やらないかんことやってなかったり、うん、できてないとかあったんかなと思って、あ、なんか手抜かれありましたかって聞いたら、いや、そうじゃないんやと。うん、支店長知りませんって言うんですよ。うん、いや、何ですかって言ったら、いや、支店長、来ないんですよ、って言うんですよ。ああ、出社してないんだ。うん、してないんですよ。はいはい、はい。今日は改装して、今日は開店の日やから、うん、早く来るはずないと、うん、まだ来ないんですよ。電話かけても連絡つけへんしね。うん、あなたは最後残ってたから、ご存知なかなと思ったんですって。はいはいはい。電話させてもらいました。すいません、朝早くからと言って、うん、で、彼女は昨日、残業終わってから、店長一緒に地下の床をゴミ捨てていくのを手伝いましたけど、それだけ言って電話来たんですよ。うんうんうん。で、数日後にバイト代もらおうと思って、行った時にさりげなくその店長のこと聞いたら、うん。わからへん。よく読みやと。ああ。で、それっきりなんですよ。ああ。多分その時に警察に届け出て、出して、記録が残ってるんでしょうね。うんうんうん。そういうことですよね。
だからその、例えば失踪とかするにしても、うん、その、待遇が変ですよね。うん。ね。なんかね、例えば朝から出てこないで、前の日にもう夜逃げ同然で、その荷物まとめて、覚悟してどっか行っちゃったとか言うならわかりますけど、うん。うん。で、今度ほら、例えば仕事に出てきて、変な話ですけど、その、ね、お店のお金とか品物とかちょっと着服して、とんずらとか言うならまたその最後までゴミ捨てのとこまでいたら逆にね、うん、なんかあったら自分が真っ先に疑われるから、うん、ねえ、わざわざそんな時間まで残ってるっていうのは足つくじゃないですか。そうですね。だからやるんだったらもっと中途半端な変なとこでちょっと早退とかね、なんか、イレギュラーな感じでいなくなっちゃうっていう方が分かりやすいんですけど、これって業務をきちっと遂行してるんですよね。そうそう。ああ。なってるんですよ。で、そこからその彼女が言うには、して、まず支店長どこ行ったの、うん、っていうことと、あの空白の時間は何やっていうのと、そうですね。あの、エレベーター降りたと、あの、並んで人たちは何やったんや、あれ逃げやったっていう。その話でね、今、まあ、ばーっと今、調べさせてもらってるんだけど、時間的にやっぱおかしいっていうのを先ほど中島さんが言ったのもあるんだけども、その、下にいた人が、全員がなんかもう、まばらきもせんと、ぼーっと立ったっていう話があるんですよ。あ、そうなんや。気持ち悪いな、それ。これで、実際その、そこで社員として働いてるならば、そんなことはまずない。ないやろ、ね、時間的にもほんで、まあ今さっき3時って言われたし、もう一つの話は5時って話もあるし、あその時間帯で言うと大体本当にいるならば、もうそこの建物に警備で常駐してる警備員ぐらいなんですよね。そうですね。まあ、警備員って言うと大体そんなことはしないんですよね。もう必ず対応をきちっとするんで、だからそういう形でいてるっていうのがおかしいのと、ほんで、警備員がそこにいてるのに、そういう人間がいてるっていうのもおかしいんですよ。そうですよね。声かけしないわけないですもんね。しないんで、これとあと、絶対にあの、自分のいてるとこ以外は全部センサーで監視してるんで、そんな人がいてれば、注意をしに行くんですよ。そうでしょうね。でもそれをしてないっていうことは、その人たちは、モニターで見てたら見えてないんですよ。ああ、なるほどね。はあ、はあ、はあ。ということは、その、店長さんと、女の人、うん、だけが見ていて、うん、で、変な話、そう思うと、その店長さんっていうのも、もしかしたら、その、立ってた4人の中に紛れ込んでるのかなと。ああ、なるほど、ね。はい、はい、はい。取り込まれて、結局、うん、連れていかれたりとかね。まあ、あの、七人岬と同じで。そういうことですかね。ああ、連れていかれちゃったって、ね。連れて行っちゃってるってやつですね。だから、もしかしたら何かのきっかけで、そこをまた行く機会が、誰かがあれば、その店長さんがそこでいてるかもしれない。あ、多分ね。っていう可能性がありますよね。それがあってから、そこは前回整体者になったんですよ。なるほどね。あの、パランタンは。前回。残業してはならん。一人で残業してはならんという。それはね、あの、中山先生の専門学校の講師が出た時に、その塾、あの、専門学生徒さんもバイトしてあるんですよ、そこで。なるほど。はいはい、はい。で、その時に、うん、あの、先生、ちょっと、あの、怖い前いましたわ、言って、うん、なったんで、うん、どうしたの言ったら、あの、まずバイトで採用されて、うん、初日に、その、売り場の、まあ、上司ですわね、うん、に言われて、まずは、釘刺すに言われたのは、あの、言う通りでここ出るからなって。うんストレートに。出るから、みたいな。もう、どこの、どこの、あの、店舗やったら、このビル全体が出るからな。で、あの、だから、少々なんか、変なもん見たもん、一応、もう言わんでええから、高校生でいいからって、うん、遅いとこやからって。うん、ただ、客には言うなよと。うん。で、あの、残業は協力せんといてくれと。はいはいはい。仕事が溜まってると思っても、帰ってくれと。うん。って言われたんですね。うん。だから、ある時どうしても、自分の責任で、あの、仕事が残っちゃったんですよ。自分の責任でそうなってしまったから、これはちゃんとやらないかんと思って、残ってやったらしいんですよ。うん。生存、創生存は。うん。で、まあ、それを終わって、帰ろうと思って、先で、9階が更衣室なんでね。うん。そう、エレベーター行こうと。ほんで、あ、ちょっと待てよと思って。そういえば、あの、この間、あの、同じ先輩、ここで、同じバイトしてる先輩言うとったなと。あの、この気持ち悪い見てへんで、ここで、で。言うとったなと。その、貨物用のエレベーター乗ることなんですよ。貨物用の。うん、な、貨物、その先輩が言うには、その貨物用のエレベーターに待っとったら、やっぱり、遅なって、待っとったら、下、上がってくると。うん、エレベーターが。うん、なんかね、
ざわざわざ人のざわめきなどするんですよ、なんか。はいはいはい。で気持ち悪いの待っとったら、うん、エレベーターがボーンと出て、ザーッとやったら、鈴の人が乗ってるんですよ。うん、それだよね、もうその。人乗ってて。うん、ギュッといるとか、うん。いっぱい乗ってる。うん、貨物用のエレベーターですよ。そうだよね。人に運び用ですもんね。どんどん客なんですよ、それ。うん、それがもう。ほんで、長野県の目が覆って、うん、あの、下行きますけど、どうしますって言われて、うん、いや、あの、いいですって言ったら、まだバーンとしまして、通りで行った、うん、ことあったんよって、うん、で、それ思い出したから、あ、ちょっと貨物エレベーターやめよう思って、客用のエレベーターに乗ったんですよ。はい。客用のエレベーター、気持ち悪いから、うん、これなら大丈夫だと思って、うん、乗って、ほんで、もう事務所にいないからね、うん、あの、1階のボタン押して、もう、それで直行でずっと行くと思うじゃないですか。うんうん、エレベーターがずーっと上がってきて、うん、9階に上がってきて、開きました、乗りました、うん、乗って、ね、1階押して、うん、さあ帰ろうと思ったら、ずーっと俺だ、8階でバンと止まった、ブワーッと開いたんですよ。はい。ドアが。うん、真っ暗なんですよ、風呂は。ほんで、なんでと思ったんですよ。うん、自分しかおらへんのなんで止まんの ?8 階でって。うん、で、思ってたら、なんかね、ざわ、人の乗ってくる気配がするんですって。うん、姿は見えないんだけど。うんうんうん、あの、エレベーター人が乗ってくる気配ってあるじゃないですか、ほ、う、ら、ん。ああ、と。こあれはするんですよ。空気がね、押してくれるようなね、ふわーって、ね。もう何やと思ったら、ほ、うんで、うん、バーンとドア閉めて、また、シューって、ほんで、7階でまたバーンと、またドアがシューって開いて、また真っ暗なフロアって、また人がザーッと、うん、乗ったり降りたりする気配がするんですよ。うん。ほ、ま、ん、あ、で、耳元で、あの、人息切れていうかな。うん。あの感じで、人、息のかからずするんですよ、それが。うん。ほうほうほう。なんか、ざわざわ人が喋ったり。うん。人の声も聞こえるんですよ、なんか。うん。何何これって、何やのこれって思ったら、うん、まだドア閉まって、まだ6階行って、まだ、ザーッとって、まだ真っ暗な風呂が広がって、まだ人が乗ったりはする気がするんですよ。うん。ほう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 。何やねん、これと思って。なんで、まだ、一回行くか、もう一回ガチャ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 として。ほんで、またスーッと閉まって、ここで5階降りたんですよ。うん。また止まって、またスーッと開いたら、そこに、あの、警備のおちが立ってたんですよ。うんうんうん、で、警備のおちが、何や、自分、まだ残っとったんがいいな。あかんの、早くあれな、相手。で、警備のおちが乗ってきて、そしたら、それの空気がスーッと軽くなって、うん、それが普通に、無事に帰れたことあったけど、いや、あんな怖いことなかったですって。で、調べたんですよ、自分、その、知らん、あの、千日前のデパートの火事のこと知らんかったから、その、あれは。調べたら、あ、ここ、もっとそういうことがあったとこなんや、って分かって、むちゃむちゃ怖かったです。あんな怖いことなかったですって。まあ、下手したら、どうか階段、ほんま裏の階段のとこに、置き倒してたとか。ああ、それもあり得ますよね。うん、あれでしょうね。ね、うん、ちょっと置いちゃおうかな、みたいな。で、段ボールとか置いててね。ほんで、ドアが開かないとか。開かないとかね、ありそうですよね。確か話によると、これ、あれですよね、火事やった時にお客さんからお金もらえへんかったから言って、どこやったかな。飲み屋、スナックのね、うん、ドアに鍵閉めたっていう。そうそうそう、出られようにしたんや。ね、ひでえ、うんね。そうそうそう。そうそうそう。うん、それでね、ひで、はい、見えて、お金払わんと、ただで飲まれたかなさかい。かな、出られんようにしたんや。出られんようにしてしもて、結局、女の子も、うん、お客さんも全部そこで死んじった、うん。っていう話もあるんで、うん、かなり地獄化しとったやろな。地獄、地獄山ですよ。地獄。やっぱり利用してた人からすると、やっぱ元から気持ち悪かったみたいですね。だから千日デパートになる前は歌舞伎座やったんですよ。ああ、そうですね。うん、歌舞伎座、あそこも、うん、ごと流行ったんですよ。うん、歌舞伎座ごと流行ったんやけど、うん、ある時、突然、舞台そこ抜けて、うん、役者さんよーと死んでるんですよ。それもね、うん、まあまあ、そうか。毎日舞台やってて大勢の役者さんが乗るから、うんね、その舞台がちょっと壊れちゃったってことも、まあ物理的になくはないんだけど、ただね、ちょっとね。だから芸人さんで言うたらね、うん、この間、前回ね、ペロサさんがね、うん、人生功労賞が。はいはいはい、言ってましたね。うん、あと二角賞、笑福亭二角賞。はいはいはい。見てあるんですよ。うん。あのデパートの近くに火事になってからですよね。うんうん、焼き鳥屋さんなんですよ。はい。でそこで師匠、うん、ビール飲みながら焼き鳥食べてたんですよ。うん、そばに、ボロボロに焼けただれた、全身。うん、着てるもんも体も、うん、焼けただれた男の人が、やっぱ酒飲んで焼き鳥食べてるんですよ。うん、おーでびっくりして、おでその店マスターが大将に、大将大将言うて、うん、何言って言うたら、その大将が、ああ、いいね、その人、ほっといてあげてって。うん、なんで言ったら、って聞いたら、やっぱその店よく来てたお客さんで、ああ。なくなってるんですよ。なるほど、なるほど。
はいはいはい。ああ。今でも普通に来られてると。そうそう。それはもう、その話をしちゃったらもう30年近く前のことだよね。うん、それその話をしちゃったもん、うんうんうん。なるほどね。でもまあ、店主さんからしたら、常連さんだったから、うん、追い出したらかわいそうだってことで、ってことなんでしょうね。まあ、お酒の一杯と、焼き鳥の一本かなんか置いてあって、で、見る人が見たらそれ食べて飲んでるように見えてるのかもしれないですよね。ですね。なんか悲しい話ですね、やっぱりね。悲しい話。うん、ちょっとね。怖いっていうよりはね、なんか切ないなっていう。ね、怖い、怖い言うたらね、うん、さっきプランターになってから、まあ残業はしないでくれと。うんうん、で、やっぱりバーゲンの前なんかするわけですよ。うん、まあね。値札の付け替えとかね、うんうんうん。でも学生さんのバイトやっとってやるわけですわ。うん、ほんなね、そういう時は学生みんなね、お札渡すんですよ。はいはいはい。お札を。うん、ほんで、バイトさん、え何やこれって。いや、なんでこんなん渡すんですか言ったら、やから持っとけって怒られるんですよ。おで、そのバイトの一人が、うん、このいらんわいで、ほかしたらしいんですよ。うん、まあね、今の子じゃね。うん。ほかしたらしいですよ。ほな、次の日はそいつこんなことあったで、事故起こして。はいはいはい、はい。そうですね。そういう話ありますね。なるほど、なるほどね。あとね、中山先生があったんで、その、うん、地下にね、ファーストフード店があったらしいんですよ。うんうん、なんだ地下に、うんうん。そこで夜終わって、うん、シャッター閉めて、うん、で、売り上げの計算とかしませんか。うん、やっとったら、そのシャッターで、ダダダダダン、ダダダダン、誰か叩くんですよ。うん、そうそうそう。で、お客さんやん、待って。あ、すいません、今日も終わったんですよ、って、うん、言ったら、ダダダダダン、ダダダン、叩くんで、やめないんですよ。うんうん、何やるの終わってんけど、かなんな、言うてたら、うん、だんだん激しくなるんですよ。ダダダダダダダン、叩くのが。うんうんだって怖なってきて、なんかなんだ。うん、で、KBS に電話したんですよ。うん、で、KBS に、あ、どうしましたか？あ、実はこれこれこうで。水染みてるのにシャッターの人を誰かどんどん叩いててね。うん、やまないんですよ、とか、ねうん。電話してる間もずっと続いてるんですよ、音は。うん、ダダ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 って、うん。ほんなら、警備の人が、あ、わかるよ、すぐ来ます、言うて。うん、その後ずーっと音続いてる、ダダダダダダ、ものすごい叩いてるんですよ。うん、シャッターを。うん、で、うわうわ、怖怖、何やこれ、言ったら、うん音の調子がちょっと変わって、あ、すいません、ケミのもんですけど、って声がしたんですよ。はいはいはい。来てくれたんですよ、ケミのおっちゃんが。うん、うん。で、ガーッとシャッターが出て、ケミのおっちゃん、あ、どうされましたって言うから、いや、今、シャッターどんどん叩いてる人おったでしょって言ったら、うん、いや、誰もいませんでしたよって。うん。うん。誰もいませんでしたよって。うん。そういうことがあったり。うん。なんかね、俺が読んだ話では、うん、そのシャッターの音は、みんなが経験先に出たプランタンまあ、全員、まあ、残業しないということで、もう全員帰ったと。はい、最後で最後、もうあんた帰り言うてみんな二人で帰ったと。うん、もう、プランター誰もいませんと。うん、いるはずがないわけですよ、うん、状況的にね、うん。ないのに、もうほな、帰りましょうって帰った時に、その中側から、シャッと叩く音がしたと。ああ。ダダ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 ダ出せっていうのか、逃げろ。ああ。あ多分、だから、その、戦時デパートの時に逃げられへんかった人が、シャッターを叩いてるんだろうなって。そう。うん、ああ、なるほど、ね。そう、そう思いますね。そう。うん、そう話いですね。中原さんは。中島さんの話も、何気なく聞いてるとシャッターを叩いてるって表現なんですけど。5月13日、大阪ミナミの繁華街にある千日デパートビルが焼けた。7階のキャバレーの客とホステスらは新建材から出る有毒ガスと煙に逃げ惑った。上千歳の生んだ雑居ビル、バラバラな防火体制、迷路のような避難口、死者118人のほとんどは窒息死であった。苦しい家計を支えるホステスの死、悲しい母の日であった。雑居ビルの防火対策はその後もほとんど進んでいない。ちょっと地図で言いますと、はい、あれなんかな、なんかな、難波千日前とかありますけど、まあ難波駅があって、わかりにくいかな、この地図はね。はい。はい、難波駅があって、まあ、その東側が千日前、はい、その、千日、地下鉄千日前筋っていうのがありますけどね。あ、千日前筋。うん、そう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 。
うん、あ、千日前線のことですね。この辺が千日なんですよ。はい、あ、この辺りが千日前と呼ばれる感じ。この辺が千日前と呼ばれるところなんですけども、まあ、道頓堀、うん、さっき言った道頓堀から、はい、ちょっともう折れれば千日なんですよ。でね、この千日っていう、はい、千日前というその、まあ、名前とか言われとかっていうのがありましてね、ちょっとね、うん、僕昔の地図持ってきたんですよ。あ、昔の地図。はい、あの江戸時代の、江戸時代ちょっと後期かな。いいいい、はい、はい、そういう持ってまいりました。すいませんでしょう、はい、これはね、江戸時代のマイクちょっとあれやね、ちょっとどうしたらいいかな、どうしたらいいのかな、どうしたらいいのかな。あ、大丈夫です。はい、はい、まあ、ここは大阪城なんですけども、はい、3回目ですかね、大阪の話しましたよね。しましたね、大阪の。で、大阪城、大阪、夏の、冬の陣、夏の陣っていうのがありまして、で、その夏の陣で、はい、豊臣家が滅びます。はい、で、大阪城落城しまして、で、同時に、まあ、ここの大阪は、まあ、もういたらもう廃陣とかしちゃって、ね、もう何にもなく、もう全部燃えちゃった、何にもなくなったと。で、そこに、このお城は徳川のものになりました。織田、豊臣のお城がね、太閤秀吉のお城が、実はその徳川のお城になっちゃって。で、徳川から派遣された松平忠明という人が、まあ、ここに赴任してきまして、その大阪の復興戦といかんと、大阪城と大阪の復興せないかんということで、いろいろと手をつけるわけです。はい、で、大阪城でしょ、大阪城の、これ鬼門の方向ってことだよね。北東の方向がこうなんですけども、はい、裏鬼門、裏鬼門、裏鬼門を見たら千日になるわけですよ。で、裏鬼門だ、道頓堀があって、はい、ここにね、墓所ったでしょ。あ、これちょっと今逆になってますけども、これ墓所、墓ですね、はい、墓所ったんです。ここは千日なんです。お墓だったんですか。そう、千日って、こう書いてある、千日って書いてあるでしょ。はい、書いてありますね。こうした方がいいのかな。こうした方がいいのかな。こうした方がいいのかな。ここですね。こうですね。墓所ったでしょ。はい、墓所ってある。これ千日って書いてあるでしょ。で、ここに塩木場って書いてあるでしょ。塩木場。うん、ちっちゃい字で。塩木場って書いてある。はい。塩木場。塩木場っていうのは処刑するとこです。首落とすとこです。あの罪人の処刑場だったっていうことですか。そうです、そうです。そんなとこなんですか。千日前、そう、千日ってそういうとこなんですよ。これ見たらでね、何にもないでしょ、この外って。緑ですね。緑でしょ。だから今千日前ってもう繁華街になってますけども、はい、江戸時代大阪の端っこやったんですよ。そうなんですか。そうなんです。だから大阪城から裏鬼門の方向を見て、ここにまずは忠明が墓所を全部ここに集中させた、集めたんです。集めたんですか。うん、で、大阪には、七墓所、七墓って言って、七箇所墓場があるんです。例えば、ここにも墓所。はい。ここにも墓所ってありますけど、いい。これ、梅田です。ほら、梅田墓所ってあるでしょ。梅田って書いてますね。ね、何にもないでしょ。何もないでしょ。だから、こういうふうに、こう、町の端に、町の中じゃなくて、町の端に、汚れがあるから、ということで、その、当時の、忠明をはじめとしたね、大阪城を復興した人たちという人たちが、はい、そのいわゆるお墓と、はい、お寺も集めたんですよ。あ、お寺はやっぱりお墓があるからですかね。で、まあ、その、はい、大阪の町を復興させた時に、いわゆるお墓、お墓もね、はい、いわゆる無縁仏とか当時なんで、例えば、はい、お女郎さんとか、あ、捨てられた子供とか、はい、病気した人だとか、いいね、それからもう高校時期だとか、はい、いうような人たちみたいなのが死んだら誰も弔ってくれないでしょ。そうですね。で、そういうのがどんどん千日墓所、昔難波墓所とも言ったらしいんですけども、まあ、そこにどんどん運ばれていって、でそのためにエコーするわけです。で、その前に宝禅寺と竹林寺っていうお寺が2つありまして、はい、そこでずっとエコーをしていて千日間エコーが止まらなかった。なので千日寺と呼ばれたんです、あそこは。で、その千日寺の前の水なんで、千日前なんです。はい。そういう由来あるんですか。そう。千日終わらなかった。千日終わらなかった。これ千時間ですね。千時間ついたっていう。そういう、まあ、言われがあって、千日前なんです。そうなんですか。うん、
じゃあもともとちょっと何か出そうな雰囲気はありますね。そう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 。だからもう今はだからまあ土地の言われて絶対何かがあるわけなんですよね。はい、でその特にそのさっき言った奈良墓って言って、はい、梅田にもあったし今蒲生の方にもあったしね、はい、今の天満のあたりもまああったんですけど、一番大きな墓所が、その千日墓所。そうなんですか。でさっき言ったように、はい、首の落とし場があったわけですよ。もうこう聞くだけでゾワゾワしますね。であと貼り付け台とかね。よく時代劇で見る。そうそうそう。だから支柱引き回しされて。でこう貼り付けにされてと貼り付け台があって、はい、でさっき言った道頓堀とその千日前ってもう目と鼻の先なんですよね。そうでしたね。なので道頓堀門田の楽屋から四尺ある首置き台、いわゆる仕置き場っていうんですけど、はい、うん、あの獄門台とも言うんですけど、獄門台にある首が見えたと。でさっきさっきの地図で、はい、その仕置き場、ね、処刑場、はい、あれちょうど NGK のあるあたりですね、あれ。あの、ナンバーグランドカレー。ナンバーグランドカレーのあるあたりが、その首切り場で、で、その前に灰置き場があったんですよ。いわゆる人間を仮装して灰なんでしょ、はい、それをバーッと積み重ねるのが、ちょっと純空洞名前言っちゃった。私あそこによく行って、あの座って本読める本屋さんなんですよね。あ、今はね、某アイドルの本拠地、はい、そうですね、某、はい、あそこは言わないですね。あんまり言うとね、前、あ、なるほど、そういう場所なんです。ごめん、いやいや、飛んできましたけどね。で、まあその、そこは、まあ、その仕置き場があって、首切り場があっただけじゃなくて、はい、あの大阪の町には古事記は住めない、入れないってことですか？入れない、住めないっていう、さっき言った汚れがあるので、あ、だからその古事記たちを、その、いわゆる柵を作って、その中にもう生活をさせたと。あ、そうなんですか。あと、隠れキリシタン。あ、当時はもうキリスト教はもう排除されて、はい、もうね、あの、だから、そうか、まあ、キリスト教を捨てても、4代にわたって、あそこに住まわされたと。そうなんですか。うん、だから、その、いろんなものがそこに集まってた。だからおそらくね、昼間でもあそこは通れなかったんじゃないかと思うんです。いろんなものが渦巻いて、向こうは何もないわけでしょ、はい、でも外場があって、はい、貼り付けされた人がいて、獄門台に首が乗っててみたいなところで、ね、エコーがどんどん流れてきてみたいなところ、昼間でもそうだったと思うんで、もう誰も寄らなかった。寄れないですね。そうそうそう、ラクダっていう落語があるんですけども、ラクダっていうもう荒くれ者がね、はい、うん、そのいわゆる、まあ、酒が飲んだくれの男が、はい、これ死んじゃうわけで、フグ食べて死んじゃうんで、で矢竹田の熊っていう男が来たら、ラクダ死んでるんでどうしようか言うて、まあ、最終的には棺桶の中に入れて、で部屋に送るわけ。部屋っていうのは今で言う火葬場ですね。で、オチで、ここはどこやって、千日前の部屋や、部屋か、部屋でもいいさかい、もう一杯くれっていう、まあ、そういうオチなんですけど。あ、生き返る感じになるわけです。でも、それが千日の部屋っていうところがね、千日前っていうのはそういうとこやったんやっていう落語に残ってると。へぇ、そうなんですか。そうなんですよ。千日前って、まさかそんな怨念の渦巻くようなところだったとは。まあ、怨念が降るのかどうかしませんけど、まあ、そういう歴史のあるとこだったんだ。大阪の端っこだったんだ。という、そうなんですか、はい、うん、いやすごい、まあ、その時ね、千日ができた時に、そのいわゆる道頓堀八丁堀っていうのができて、で長堀やとか道頓堀みたいなものが、まあ、作られて、大阪の町が形成されていったんですね、はい、だから計画的にあの千日の墓所を置いたっていうことなんでしょうね。はあ、そうなんですか。でこのちょっとお話、恐ろしいお話してる時にあれですけど、はい、ツイートでですね、はい、あの気のせいかもしれないけども、はい、何かこうちょうちょう変な音が入るという、はい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 、あのご報告がありまして、はいはい、おそらくね、あのなんか外でなんかすっごい触れてる人がいるんですよ。あ、そうですか。ね、ちょっと私気になってたんですけど、きっとその音だと思うんで。あ、そうですかね、はいはい、あ、なるほど。これを化け物にしたらいいんですけど、あ、まあ、ちょっと、まあね、タイムリーなので恐ろしかったんですけどね。いやー、そうだと思いますよ。人だと思いますよ。あ、そうですか。なんか騒ぎ声は僕も聞こえてきましたね。そうですか、はい、それをマイクが拾ってたかもしれないですね。でもそんな処刑場が、その晒し首みたいなものが楽屋から見えるというのはですね、これだいぶ役者にとっては恐ろしいことではないですが、でね、ただあれですよ、四谷階段とかやるときにもうテンション上がって、よっしゃーみたいなことに
なるほどね。テンション上がったかもしれないですね。でもそんな怖いところのすぐ裏、うん、裏といいますか、表ですけど、道頓堀あったんですか。だからその道頓堀五座っていうのが、まあ、あって、で、まあ、後に千日前がね、千日前は、まあ、言ったら千日墓所は明治に退治されるわけですよ。あ、そうなんですか。で、その墓所が安倍野の方に移りまして。安倍野、うん、安倍野墓所ってあるじゃないですか。ありましたっけね。うんほんでね、まあ、その、まあ、そういうこともあったので、あそこ開発せないかんと。ああ、なるほど。ということになって、その向こうに、はい、新世界とかできますしね。新世界ってそういう意味だったんですか。そう、新世界、何にもないところにできたわけですよ。新世界ですよ、まさに。本当に新世界ですね。うん、今はなんかおっさんの街みたいになってます。あ、そうですね。おっさんとホルモンの、そうですね。特殊活の。そうですね。本当に大阪の。昔はモダンやったらしいですよ。モダンな通天閣なんか、通天閣がそこにあるわけですね。通天閣はすごいじゃないですかね。凱旋門と SL 塔を足したというこの大阪人のこの発想、ね、あ、そうなんですか。そうそう、昔の通天閣、そう、もう下が凱旋門、上が SL 塔なんです。あ、そんな、もうこれでええやんみたいな。そういうことになってたんですか。そうそうそう、うん、でいうことで、まあ、開発を、まあ、しようということで、明治政府が、まあ、売りに出したわけですよ、墓所を。あ、はい、まあ、ここ、建って、なんか家建って、ね、はい、なんかね、なんか商業施設作れって、なるほど、誰が買いますか、そんなん、買いにくいですね、ずっともう250年間、墓があったとこですよ、でね、もうその処刑されたりとか、貼り付けしてるの見てるわけじゃないですか、そうですね、いや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 とか言うじゃないですけども、明治政府が、はい、分かった、じゃあ、もう一つ間に50銭やると、はい、あげる、つまり、もう土地買ったら金やると。そんな逆転もうそういう 逆転方法を大胆にも打ち出したら、はい、売り手がっていた横井座っていうその芝居小屋でも、はい、歌舞伎とか浄瑠璃じゃないと思うんですけど、はい、まあ、そう芝居小屋横井座っていうのを作って、はい、おわしが買った言うて、そこに芝居小屋作ったやつで、よしゃいいのに墓石を礎石として小屋を作ったら、そんなことしたんですか。そこの横井さんがバーッとボスッとやられて、はい、殺されちゃって劇場燃えたと。いやいやいやってなるじゃないですか。余計いや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 、そこはちょっと堪忍してるなるじゃないですか。なりますね。よくないですけど、まあそれでもまあなんとか明治政府が開発しよう、はい、お探しも開発しようということで、まあ、なんとか明治15年あたりから、はい、あの辺が開発される。あ、で千日前にもその芝居小屋とかあったんですけど、ちょっとやっぱり道頓堀 の芝居小屋と千日の芝居役者っていうのは、はい、ちょっと差別されてた。あ、やっぱりその老舗のね、ずっと井原西鶴とか近松門左衛門が戯曲を変えたようないい、ね、でまあ、文楽ですわ、うん、いわゆるそういうもの とやっぱり そこにいきなりやってきた、うん、だからおそらく怪しげな偽物親だとか、なんかそんなんがきっとあの辺の木を並べたのかなと、なるほどね、うん、思うわけですよ。はあ、なるほど、先ほどの方がですね、はい、答えていただいてありがとうございましたという安心しました、はい、ツイートをいただいてますね。あ、なるほど、実際 の騒音だと、そう、実際の騒音だと思います、はい、ね、はい、確信を持てません、ね、まあ、見たことないんで、まあ、え、ちょっとそういうことですか。ガチャッと見たら誰もいねえじゃんっていうのもあったかもわかんないですけど、本当ちょっとそのあたりも含めてやっぱり怖い話だなということですね。はい、なるほど、いやいやいや、そうなんです。で、まあ、ちょっと千日前のお話が戻りますけど、はい、まあ、その千日前が、まあ、さっきの明治15年あたりがどん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 と、まあ、その開発されていって、はい、で、あ、なんとかその開発ができたなと思った頃、明治45年、はい、南の大火っていうので全部の辺が燃えちゃったんですよ。大火、あの辺のだから難波からずっと千日道頓堀から高津神社のあたりまで、はい、高津神社、はい、わーっと燃えちゃったと。はあ、で、なんもなくなっちゃったんです。そんなことがあったんですか、うん、そういうことがあって、それでまた再開発しようとした時に、まあ、南海電車、今の南海電車、当時南海鉄道ですね、はい、南海鉄道とが、まあ、松竹芸能とか、はい、あの辺の人たちが、まあ、立ち上がって、まあ、南海電車がスポンサーになったらしいんですけど、はい、まあ、そこで歓楽街を作ろうやということで、あそこに歓楽街作ったんですよ。そう、あ、うん、そんな火事の後に作ったんですね。そう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 、楽天地とかいうね、そう、大きなそういう、はい、今でいう なんか大きな建物をショッピングセンターみたいに建てて、はい、うん、やったみたいですよ。あ、そうなんですか、うん、それで映画の撮影場みたいなのもできて、へ、そこにすぐ潰れました。あ、
借金抱えてすぐ潰れてっていう歴史を繰り返したりだとか、それから大阪歌舞伎座っていうのができたりとかしたんですよね、はい、それで あそこはもう大分と賑わうようになって、はい、空襲で飽きたんですね。あじゃあもうずっと燃えっぱなしなんですね。あの辺り焼けたんですよ。ただ大阪歌舞伎座とかは残ってたみたい で、はい、でそれがまあ、戦後 GHQ に接収されまして、でそこでね、はい、アルサロっていうのができたんですよ。アルサロ知らないでしょうね。アルサロってアルバイトサロン、今でいうキャパクラみたいな、はい、はい、みたいなもんが、それがまあ、 米軍の兵隊たちを慰安するためのね、そういうアルサロいうのがそうできたと。なるほど、うん、アルサロって初めて聞きました。初めて聞いたでしょ、はい、うんうん、人名かと思いますね。アルサロさんみたいな。アルサロさん、そんな人おるかな。そう、なんか、うん、うん、そうですね。まあ、アルパチーノがいるぐらいのね、あるっていう人はいるでしょうね。アルサロですか。へえ。で、この大阪歌舞伎座でもこれもまあ閉鎖されまして、はい、その建物を改良したのが千字デパート。あれ、これ私でも知ってる。さ来たの。これ私でも知ってるぐらいですけど、はいはい、私の記憶によるんですね。はい、火事が起こったデパートじゃないですか。そうです。ちょっとね、ここね、現代回帰解体新書という本を私もこう持ってきてるんですけども、はい、一体何かというとですね、はい、これね、千日デパートの、千日前はこんなに怖い場所だったっていう、よく掲示板の中で、千日前ってどういうとこなんだよって時に、はい、これがコピーされるわけですけど、これ私が書いたんです。あ、ね、そうだったんですか。怖いとこと中山町で私が書いてるんです。あ、本当ですね。でこれね、私この言語書くときに相当調べたんですよ、はい、で千日前の人たちに話聞いたりだとか、はい、身内の人に聞いたりだとか、古文献あさったりだとか、はい、大学教員に聞いたりとか、いろいろしたんです。ちょっと読んでみますよ。もう私が言うよりも読んだ方が、はいはい、ね、ちょっと大阪ミナムといえば大体この辺りを指す、あの食い倒れやカニ道楽といった有名な飲食店、中座角座なにわ座という芝居小屋や映画館、演芸場の並ぶ、道頓堀筋から南へ入るとそこが千日前であるというまあ話なんですけどね。でこの繁華街が霊スポットとして語られる一因はある大火災から来ている。それは昭和47年5月13日のこと。当時の、新聞報道によると、火災が起こったのは午後10時40分ごろ、千日デパート3階衣料品スーパーより出火。あっという間に、火と煙は、鉄筋7階建て、地下1階の、同ビルに広がり、3階から5階の約4000平方メートルが全焼。この時7階のアルサロ出ましたね。アルサロ、プレイタウンと、地下街の洋酒喫茶グランドパブが営業中であったと。被害者のほとんどはプレイタウンの、従業員の約100名と客で、彼らはビル内に閉じ込められ、最終的に118名の死者と81名の負傷者を出すという大惨事となった、ビルは可燃物の巨大な煙突となって、うん、黒煙と有毒ガスを吹き上げ、ここから逃れようと7階の窓から次々と人が降った。女性の悲鳴や絶叫がビル内より響き、東側に一つあった救命用のダストシュートを降りた人も受け止める人がなく、コンクリートの地上に叩きつけられた。また、商店街のアーケードに何人もの人が飛び降りたが、アーケードの屋根をぶち破って転落する人、宙吊りになった女性客もいた。デパートの東側の敷地のあちこちには、赤く染まり、ちぎれた白いハイヒールの片方や血に染まった、タングスなどが散らばっていたという。大阪南の繁華街、しかも土曜の夜のことで、この付近は約1万人の野人までごった返したというが、彼らはさながら地獄の様子を見たことである。でね、これ夜10時10分とか言ってたでしょ、でデパート、千日デパートね、デパートがなんでそんな夜に営業してんねんって言うんですけど、ショッピングモールみたいなのもあったんですよ、いわゆる。あ、今のデパートとちょっと違う。そうそう、ちょっと違うんです。うん、うん、なので、その7階はやってたと。うん、でもまあ、聞くところによると、もうちょっと残酷な話になっちゃいますけどね、とにかく煙がこう来て、
もうね、パニックになるらしいですね。で、その時ね、階段がどこにあってっていうことを知ってる人は、そのまま降りたらしいんですけども、お客さんとか従業員とか、知らない従業員もいたのかな。で、それがもうパニックになって、煙が来るのと反対方向に行くと、もう窓しかないんで、おそらくもう飛び、で、布団とか持ってこうやって飛び降りたと。助かると思ったんでしょうね。で、あの、千日前とアーケードあるじゃないですか。はい。あそこにボンボンしとこうって、あそこは血まみれやったっていう話は聞きましたけどね。なんですか、うん、もう、なんとも早ですけど、だから史上最悪のデパート火災、118人で、うん、ホテルニュージャパン、東京ね、燃えて大問題になったんですけど、はい、あれも33人しか死んでませんから、はい、それを思うと、もう大惨事で、おそらく消防法から、今の消防法から言えば、もう随分とむちゃくちゃなことになってたんだろうなと。伊勢でも客が飲み火しないように言って、わざわざこう火が出てるのか、錠閉めたっていう話もあるぐらいなんですけど、そんなことを、うん、という話もあるんですけど、話があるんですか、うん、で、まあ、財産になって、でしばらくあそこはもうその焼けたまま取り壊しもなく、そのまま残ってたと、うん、そうなんですか。その時にね、はい、新耳袋のネタが収集されるわけですよ。あ、こういうとあれですけど、はい、僕が聞いたのは、新聞に載した話ですけど、はい、あのタクこれは本当にタクシーの運転手から聞いた話ですよね、はい、その千日 の、まあ、あのデパートが燃えて、でそれまでタクシーの乗り場がちょっと別のところになったと、はい、使えなくなっちゃったんで、でちょっと裏手の方になって、でその時にタクシーがこう並んでて、でお客さんがこう、並んでるわけですよ、はい、で自分の前にいたタクシーが自分と同じ会社の同僚のタクシーなんですよ、はい、ね、でずっとこう順番並んでこう進みますよね、ええ、で前の車の順番だった時にパタッとドア開けて客が乗ろうと思ったらパタンと閉まったんですよ、はい、あれ何してんの、開閉のなんかテストとかしてんのかな、またメーターガチャッと下ろしてザーンっていっちゃった、あれと思ったんだけど自分の番だったんで、お客さん乗せて大阪走ったと、はい、で会社に戻るとその同僚です頭抱えて座りに乗って、ガタ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 、えらいもん見た、えらいことだ、えらいことしたって、はい、で周りを同僚が囲んでるわけ、どないしたんやと、ああこの人幽霊乗したやと、とえっ、ー、何やねん言ったら、千日前で親子連れが乗ってきて、でカチャッと開けてパタンと閉めて、そのまま乗したらいつまにかおれへんなっとったんやって言うて、その人おわし見たって、お前何も乗せんとドアの開閉しとてって話した時、みんなゾッとした。だこの階段を拾った時に面白いと思ったのは、それまでタクシー階段って、はい、まあ、人を乗せました、はい、走ってました、ふっといなくなってシートが濡れてましたっていう、そういう、まあ、はい、タクシー階段のいわゆるフォークロアみたいな、都市伝説みたいなことだったわけじゃないですか、はい、それを第二三者が見ていたというところが面白いのと、場所が千日前という、ただもう親子連れの幽霊ってどうかなと思うんですよ、そのプレイタウンには子供いなかったと思うの でそれはまた別の幽霊なのかな、それがまあ墓所みたいなのがさっき言ったように集まってたってなって、何か呼んだのかなと思うんですけども、まあ、ちょっと千日前という場所はそういうところなんだよっていう、だからその後ですよ、はい、特に幽霊を見たっていう騒ぎがあの一帯でいろいろとささやかれる、で未だに話としては残ってる、まあ、どれが真実でどれが作り物で、どれが記憶違いでどれが都市伝説か分かりませんけども、はい、ああいう界隈にはたくさんそういう話が生まれたのはそれであると、で地元の人に言わせると、そりゃそうやわ、あそこはそうその墓地やってんもんっていう話になるわけですよ、だから非常に因縁深い土地であるっていう、そうだったんですか、うんうんうん、そのデパートのお話は恐ろしいですね、うん、だからね、ちょっと近くにね、ええ、まあちょっと、まあ、言われへんな、まあ、あるおじさんがいました、はい、近くのおじさんがいてね、ええ、話聞いたことあるんですよ、はい、あそこなんか先日のあそこのアーケードなんて何かありませんか、あのねそれが夜中にな、あそこ歩いてるとドーンドーンって上から落とすんよ、これ何やろなって、で火事の人飛び降りてんちゃいますよそれって言ってましたけどね、うん、そんなんとか、これ僕の知り合いがね、はい、昔暴走族をやってて、あれ、ね、オートバイ転がしてたわけですよ、はい、そしたらねガーって言って、もう列だってうんうんってもう旗迷惑な音でうんうんって戦時通りザーッと走ってると、うん、前走ったやつが、はい、急にザースライディングしてザーッ、うわーどうしたんやーって言ったら、うん、
人掘ってきたとかいうのありました。ちょうどそれが千日のあそこの後のところとか、うん、あと公衆電話が前にあったんですけどね、でそこでこう待ってる人がいて、待ってるずっと誰もおらへん、でトントン、何してはるんですか、あれ今人おってんとか、あと近くに映画館なんですよ、はい、切符切ってた女の子で、平日の午前中なんですわ、人が誰も映画館来へん、4人ぐらいしか来てないし、半券も、ね、チケットも4枚しか売れてない、まあ、今日も暇やなって思ったら上から支配人が降りてきて、今日ね満員やなって言われて、えっって言った、いや4人しか、今俺席見たら満員やったで、え、まあ、映画館黒いんだね、一人影が満杯やったけどリゾッとしてやめましたとか、いう話がそこはもう山ほどあります。そんなたくさんあるんですか。そうそう、だから昔は、今は金龍ラーメンができて屋台のラーメンもないですけど、いい、当時なんか屋台のラーメンがあったら軒を並べたそうなんですね、はい、でこれも聞いた話ですけど、はい、こうラーメンがーくーと食ってるわけですよ、ならのれんがあるじゃないですか後ろね、パッとのれん開いて、あ、若い女の人が、おじさん今日も仕事終わったんで寄るからなって、ああ寄ってやーってパッと、おじさん今のあけみちゃんやな、そうそうそう、あけみちゃんこの前千里まで死んだよ、あっつってパッパッともういなかったとかね、そんな話がもう山ほどある。山ほどあります。山ほどあります。でもそんなに昔っていうほどの昔ではないですよね。そうそうそう、だからもうその千日昭和47年だから、そこからまあ10年15年ぐらいまではずっと引っ張ってたと、はい、昔あの露の五郎兵衛師匠、もう亡くなりましたけどね、上方落語協会の会長もやってて、怪談話なんかもね結構やってらした方が、この人があのちょうど千日の劇場に出てはったみたいで、はい、で昼間飯食おうかと思って、下駄引っ掛けてカラコロ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 と歩いてると、師匠師匠とか言って、ぱっと見たら馴染みの女の子で、ちょっと最近うち寄ってくれへんやん、寄ってやと、ああ夜夜って、カラコロカラコロカラ、待てよ今の子今の子死んだ死んだ死んだ、昨日これ葬式出たな葬式出たかなったら、こうなってダーッとかけていきましたとか、いう話。山ほど山ほどある。実はね、僕も経験がある。先生まで。僕はあんま経験しないとか見ないとか言ってるでしょ、はい、これも僕も定かではないんです、もう全然僕自分の中は定かではないんですけども、こんな話があったんですけど、あの何年前ですか、もう十何年前ですわ、ちょっとねある打ち合わせがあって、代理店の人とが2人とからなんか、MC の女の子かな、なんか4、5人で、千日前のあるお寿司屋に入ったんですよ、はい、でもう表はザーッと雑踏の人が出てた、春と春ところで、で夕方やったんで、お客はいないんですよ、はい、ほとんどいなくて、で僕らはそのテーブル一つなので、おっちゃんちょっとビール持ってきて、ビール持ってビール飲みながら寿司つまみながらちょっと打ち合わせやってたんです、で僕のちょうど後ろがその自動ドアバーッと開くやつで、はい、なんかビール飲んでなんか打ち合わせするとガーッと開いたんですよ、ふっと見ると誰もいないんですよ、あれなんで開いたんやろとか、人が入らないのに、ああいやと思って、でまあビール飲んでこうやってると、こっちに座ってた女の子がなんか固まってるんですよ、どうしたってやるから、ふっと見るとカウンターにね、カウンターにこう椅子がこう並んでるんですよ、はい、一番端っこにね女の人が座ってるちょこんとか、はい、それいかにも水商売いう人で、髪の毛長い人でコンパクトをこう持ってこう、やってるんです、はい、あれあんな人おったかな、さっき来た時おろしておれんかったもんな、と思って、なんかそんな子なんか今入ってきたみたいな、あ、はい、入俺見た時いなかったよ、誰も通れんかったよって言って、だからなんかもうむっちゃくちゃビビってるわけ で僕は見たら普通の女の人なんですよ、はい、ただ端っこでこうコンパクトこう、でもな、あのまあ、寿司握ってる、ね、職人さんいるじゃないですか、その女の人を見てお茶出すなり、何握りましょうとか、お注文はとか言うはずは言わないんです、でずっと女の人はこうやってるわけですよ、おかしいなと、で、まあ、しばらく、まあ、ビール飲みながらこうやってると、またさーっと後ろのドア開いて、ふっと見たら誰もいないんですよ、ふっと見たらいないんです女の人が、はい、えっと、たまた女の子が、
手でやってる。僕の中ではただ女の人幽霊でもなんない、普通の女の人が隅に座ってたと。ただ不思議なのはドアとドアが2回開いたんですけど、開いた時にその人が現れて、もう1回開いたらいなかったってことと、寿司屋の職人が女の人が相手しなかった、うん、でその後まあ職人の方が来はって、はい、うん、でちょっとお尋ねしますが、何でしょうか、そこ女の人は座ってましたよね、あ見えました、千島ですからって言われて、ことはありましたね。じゃあもう西尾さん判事みたいになってるっていうことですか。そうかもわかりませんね。ここは千日前ですから、ここ千日前ですかって、もうあっけらかんと、あっけらかんと、あ見ました、千日前ですからって言われました。じゃあその先生にこういろいろ教えてくれた人にはこう見えてた、だその子はおそらくね、なんか女の人がこう入ってくるのを、その子は見えてたんじゃないかと思うんですよ。その人にじゃあ言うその人には見えてたんで、僕も見えなかったんですけど、座ってるの、はい、座ってるのは見えた、うん、へえ、うん、そんな当たり前のように言われるような、うでも先生見えたんですよね。見えました。まだまだありますよ、ここは。まだまだあるんですか、はい、いやこれは恐ろしいですね。ああそうですか。僕はね、体験した、体験がなんか分かんないですけどね、あのちょっとある霊能者というか、はい、僕知り合いの神道研究やってる女の人がいて、はい、この人が電話がかかってきて、中山さん今度道頓堀、この千日前に霊差に行くから行かへん、霊差、霊の調査ね、あ霊差っていうんですね、霊差って、はい、業界用語、霊差っていうんですすごい業界用語ですね、何の業界か分かんないんですけど霊業界、霊差、え何っていう話したら、うん、名前は言えないです、まあ、あるあの有名なチェーンの居酒屋にどうも幽霊が出ると、あ、うん、でちょっと退治してくれないかって頼まれたんだけど、はい、退治、はい、ゴーストバスターですよ、はで言われて、だ面白いなと思って、俺行くって言って、でビデオカメラと、当時まだ携帯こんなんなかった、はい、パラロイドのカメラと持って、僕も汗さんじたんですよ、そしたらね、その居酒屋っていうのはちょっと地下にある居酒屋さん で、はい、で地下トントントン、昼間ですよ、トントントンとってくると全従業員がずらーっと並んで、はい、でどうもよくいらっしゃいましたってこうやって、もうそこであなんかこれえらいこと起こってなと思っちゃうんですか、でその一番隅っこにいた、あの男の人が名刺交換したら、そこのチェーン店の一番偉い人、東京から来てるんです、わざ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 東京から来てるんです、でどうもこちらですって言ったら、その神道研究家の人が、こう白い着物着てね、タッ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 とその奥へ何にもやったダーンと奥へって、ここですねって、そうですとかなって、じゃあちょっとレーザーしましょうって、あのこういう波形板、なんかこう霊が来るとこう針が上るほんまかとか知らないみたいなそんな機械ですか。またそれ売ってるとこあるんです、大阪でそんな売ってるとこあるんです、そんなとこあるんです、ダウジングのあれとかね、はいはい、売ってるとこあるんです、でそこでそんなん買って、はい、であるところに持ってくとビーンと針が振れるわけです、はい、それはね電気系統じゃないです、例えばそこにカラオケのね、はい、あの大きなモニターとかカラオケの装置とかいろいろある、そこでは全く振れないです、ところがその人がこうでしょって時にパッとってビーンと、でも俺の中では、はい、さっき言ったように会議主義者なので、きっとこの向こうに高圧電線とかなんかがきっと通ってんやん、ね、でそれでなんかその電磁波みたいなんで、はい、おかしくなったりするに違いないなと僕は思ったんですけど、はい、まあ店の人にどんなことあるんですかって言うと、とにかくねお客がいる時はまあそんなにない、はい、ただ客がみんな帰って従業員がこう、はい、コップとかね、色お皿とかしまう、あの片付けようとするとコップがスッと動いたりとか、スッと動くんですって。うんうん。であるいはその壁の方から、はい、やめろ。どけどけっていうことなんだ。そんなのもう山ほどあって、従業員がやめていくんですと。うん。で最初はその店長さんも信じてるわけなかったけど、こんだけやめられるとこれはもうただごとじゃないと。ただもう最近はこのお客さんからあそこの部屋は変だとか気持ち悪いだとか、なんか変なもの見たって最近は言われるようになったので、はい、ちょっとこれはどうなってるのかなと調べてもらいたいんですって言ってあった。でさっきのポラルドカメラ、はい、そのジュービーンと振るところにカチャッシューッと出るじゃないですか、はい、あカメラが、ね、シューッと出るじゃないですか、はい、でそれをこう現像すると、はい、えっ
って思ったのが、はい、そのテーブルがあって、そのテーブルの上に、まあ、布巾だとか、灰皿とか、まあ、乗ってるわけですよ。で、その向こうは壁、白い壁です、はい。その白い壁とテーブルの上に血がベトー、本当に。で、血がね、そのこれ、言動村じゃないですよ。血なんです。なぜかというと、テーブルの上にベターってついてて、灰皿とかなんとか血の色はないんです。だから血がテーブルに乗ってるという写真が。で、それ店長が見て、こうやって、あるんですねとか言って。血がベトーところが、それがまた引いていくんです。引いていくんですか、写真ですよね。それもちもうそれ写真そのままあったら結構持ってきてたけど、もう今持ってると普通の写真になっちゃうと、もうそれがずっと引いていくんですけど、その時確かにあれは血です。みんなこうあれもうみんなこう見てっとしました。いやここにいますよっていうことになって、はい、でまあいろいろと写真撮ったり、はい、現状調査したりなんかして、で一旦帰ったんですよ、はい、で一旦帰って、で一旦なんで帰ったかというと、まあ、1週間ちょっと開けて礼拝します。なぜかというと、まあ、僕もその人も幽霊ほんまにいるのかどうかっていうのもあって、ちょっと一番様子を見たいと、1週間何があるのかって様子を見たいっていう、はい、で1週間して、あの、まあ、その霊体に行った時はもう店長とかがパニックになってるから、客がもう最近ここ1週間で客の前に笑うようになったって、はい、言うて、もうむっちゃくちゃ恐れてるわけですよ、はい、でコップなんかをこうお客さんがビール飲まったらパーンと割れたりとか、もうちょっとえらいことになってると、カラオケルーム そのモニターにもう変なものが映るっていう、はい、お客さんが4人しかいないのに5人映ってるとかね、まあ、そういうようなことに今なって、もう早くなんとかしてくださいって、分かりました言うて、まあ、その人神道なんで、うん、4隅になんか結界を張って、でお塩とあのお清の あのお酒と念のりとみたいなのをこうあげてバーッとこうおやりになって、でこれで大丈夫ですって帰ったんですけど、まあ、しばらくして電話があって、はい、あ、おかげさんでもうあれで収まりました、ありがとうございます、収まりましたって言って、あ、収まったんやと、思って、ちょっとつまらんなとでそれがね、春先のことやったんですよ、はい、でここまで本に書いたんです、はい、秘密を書いた、12月の忘年会の季節に、はい、僕の知り合いのタレントさんから、まあ、女の人なんですけど、電話がありまして、中山さん、ちょっと幽霊の出る居酒屋見つけたよって言われて、え、何それ何って言って、いや、今日みんなで忘年会行って、二次会で、ある酒屋に、千日前のある酒屋に行きました、はい、居酒屋に行きましたと。で、そこで、奥の方の部屋のルームで飲んでると、はい、みんなバーッテンション高かったのに、みんな、シューンとしてきて、ある人間は頭が痛いとか、ここなんか変やでって言って、みんな暗い雰囲気になって、で、もう今日はもうこれ終わりなって言って、元気のいい芸人さんがね、終わりなって言って、もう帰ったんです、はい。帰ったらみんなまた元気になって、ちょっと飲み直そうって言って、まあ別のとこに集まったと。絶対あそこなんかありますよね。どこって言ったら、どこそこ。ああ、また出たんや。同じとこだったんですね。っていうようなことがありましたね。そうなんです。驚きですね。はあ、なるほどね。いや、まさかでもそんな体験絶対したくないんですけど先生のところにそういうお話集まるんですね、やっぱり、まあね、会議収集家なんで。そうですね、はい、いやー、そうですか、いや、怖いそんな話ばっかりなんですね、先生。僕そんな話好きなんで。あ、そうですね。わわ、怖い、まあ、怖いは怖いんでしょうけど、もうなんかもう危機として僕はなんか話聞いちゃう。あ、なるほど、そうですよね。そこがダメなんでしょうかね、わかんないですけど。ちょっと今あの、はい、ツイートが何件か、はい、あの来てまして、これなんていうの、プラタン時代の、あ、プランタンね、あ、プランタンか、僕は名前言わなかったよな、まあ、そこれからそこの話しようと思ったのに、あ、まあまあ別のとこですから、はい、そうなんですか、はいはい、それが今はビッグカメラになって、まあ言うた、まあ、違う言うたかも話しにくいわ。話しにくい、はいはい、というのと、はい、あとあのホテルニュージャパン跡地には、はい、あのななこれもちょっと伏せますけど、なんとか電車シャルタワーが建ってるけど、はいはい、あ、なんかでもいろいろあるんだろうなっていう、はいはいはい、その話をこれがしようと思ってたんですけど、あ、そうなんですか、まあ、します、はい、いや、その、先日日あの下のある、いろんなツイートがいつの間にか来てたんですけど、もうちょっと先生の話に夢中になってましたけども、ですね、ちょっとお待ちくださいね。
いやでもまあね、面白いですね、うん、なんか不思議というかね、ああいう土地ってあるんでしょうかね、うん、大阪はね、その当初から言ってます、あんまりレースポットとか、東京とかないんですけど、センチ前だけはもうスイートにプラインタンのエレベーターか、エレベーターその話からしましょうか、はい、プランタンがどうか知りません、まあ、どっか千日前のね、はい、あのそのまあ千日前デパートを焼けましたと、でいろいろと商業施設が建ったわけです、はい、でプランタンがどうかちょっと私記憶ないんですけど、はい、であそこエレベーターあったの覚えてます？いやもうそれすらもよく分かんないです、ね、エレベーターあったんですよ、でさっき言ったデパートなんですよ、はい、なんとかデパートなんですよ、でデパートのエレベーターでエレベーターがあるじゃないですか。ああ、そうですね。シーンとかやって。上参りますとか、向かいでございますとか。で、そのエレベーターがいないんですね。ああ、いない。そこのデパートいなかったんですよ。で、まあ最初からいないデパートなのかなと思ったら、ある、これ、なんて言うたらいいかな、ある、まあ、録音スタジオ、はい、うん。大きな録音スタジオなんですよ。で、俺、ある録音スタジオの人とちょっと仕事したことがあって、僕の新耳袋を録音してなんか配信したりしてた時に、その技師さんが、先日のなんとかのとこにあるデパート、あれエレベーターがあるいないでしょ、あ、いませんね。あれ、なんだか知ってます？原因あるんですか？それがね、って言うんですよ。それが、その百貨店、まあ、デパートができた時に、そのエレベーターであの音楽流れるじゃないですか、はい、小さく、ね、その音楽をちょっと作ってテープを納品してくれっていう仕事を受けたと、はい、で当然やりますよね、音楽入れて、で納品しました、電話がかかってきてちょっと変な声が入ってると、はい、うん、そういうのちょっとやめてくれへんかって、いや変な音ってどういうことですか、女のなんかうめき声みたいな不倫の鳴き声か知らんけど、はい、それが聞こえる言うてエレベーターから怖がってると、はい、じゃあそういうちょっと 音は消してくれ、で こっち側のスタジオはそんな音が入るわけありませんと、ちょっとこういうラインでこうやって撮ってますから、そんな声が入るわけがないです、いや入ってるからちょっと作り直せって言われて、あそうですかってもっぺん作り直して、もっぺん直したんですって、また同じ電話があってやっぱり入ってる、でそこで向こうもさすがに、はい、ここはそういうとこかなと思ったらしくて、それでエレベーターガールの方を廃止したという話なんです。声が自動的にも入っちゃう。入っちゃうというか入ってなくて、そこで流すと声が出るんですね。そこでね。だからそのスタジオでもちろんテストもしてるわけですよ。はい、聞いてもそんな音は入ってないです。ただ向こうに納品すると音楽と一緒にうーというような声が聞こえてきて、エレベーターがあるのが、これ何っていうことで、もう怖がってやめちゃう。だからエレベーターガール廃止したわけです。それは嫌ですよ。そのエレベーター乗りたくないですね。でね、昔僕専門学校で講師してた自分があって、はい、その時にちょうどそこのデパートで、はい、あのアルバイトしてたっていう子を何人か僕知ってましてね、であるかって言ったら、いやありますと、でその子はしょっちゅうそんな見るので、上に報告したんですって、はい、こんなん見ましたね。そしたら、いやもう報告しなくていいからって言われたここそういうとこだから、ただお客さんには言うなよって言われましたと、あ当たり前にあるんだって。その子たちもまだそのね、先日デパートの火災とか知らないわけですよね、はい、他から四国だとか九州から来てる子もいますしね、知らないんですよ。でね、こんなことがありましたと。重要、普通のさっき言ったエレベーターが廃止されたエレベーターに乗って帰るなよと、残業はしたらならないとかいうことですけど、どうしても残業することがあって、で遅くなっちゃったと。で帰りにそのエレベーターで変なことがあるからって言って聞いてたんで、従業員用の搬入用のエレベーター2台2機あったんですって。でこれで帰ろうと、でカチャッとしたら上がってくれるんですよ。なんかね、人のざわめき声が聞こえるんですって、そこで。いやそんなことないでしょ、搬入用の、ね、もう自分一人がいないわけですよ。とかでガンガーッとエレベーターのドアが開いたら、鈴なりに人がいた。で目があって、前の人とこうお互いにこうで、その彼女はこう見たんですよ、こうやって、これ何この人ってこう 見たら、乗るんですか乗らないんですかって言われて、いや結構です。でまたバーンとしまって、また下へと降りていった。うわ、もう階段で降りました。非常階段で降りました。
でその時その子がね漫画家を目指してる子なので、はい、観察力がいいわけですよ、ちょっとメモ書いて、はい、どんな格好やったって、一人は紙袋持ってたんですよ、ね、でその紙袋を出したらこう紙袋のところに丸にこう書いて、はい、こうちょっと変な千日前のロゴなんですよ、はい、昔の千日前のロゴを書いてます。その子は知らなかったんですけど、はい、うんうん、あ、そう、ってでその話を聞いて、はい、その後輩のまたアルバイトやってる子が、もうその従業員用の搬入用のエレベーター怖いと、ね、だこっちのお客さん用のエレベーター使う、で使ったんですで8階から降りる、はい、だった所ですよ、で乗ってでゲーバーンと降りて1階押してるわけですよ、はい、7階でガンと止まってガーッと開いて真っ暗な売り場がこうあって、え、なんでこんなとこで降りるのってガチャ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 ってしばらくしてバーンと閉まってウィーンと下がって6階でガチャンと止まってまたガーッと開いて真っ暗な売り場がこう見えて怖い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 、なんでなんで俺なんでなんでなんでガチャ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 またバーンと閉まってまたウィーンと閉まってガン5階でガーン、警備員の人がいたそうには。で警備員の人が乗ってきたら、はい、うん、ここは4階、3階、2階で普通に降りました。でも、あんな怖いことはなかったって。でね、開くたんびに人がなんか乗ってくるような気がするんですって。へぇー。雑踏というか、ぬくもりというか、そんなことがだんだん増えてくる気持ち。でも、警備員の人が来たら、スーッとそれなくなったので。で、その警備員も、その女子社員がね、はい、そのちょっと夜遅くなって、ちょっとこっち行きますって言ったら、あ、じゃあ私もついていきますって言って、あんまり言うんで、鬱陶しいんですって、女の子としてな、警備員のおっさんがね、どこ行くのついて、でも、あんまり真剣に、いや、私も行きますとか言うんで、うん、これ何かあるんやな、と、その子は思ったっていう。じゃあ、その警備員のおっちゃん、守ってくれてたわけなんですね。そうそう。そんなことが。で、下にね、いわゆるファーストフード店があったんですよ。はい、ね、でそこでもう営業時間終わってシャッターをバーンと閉めて、でその日の売り上げの計算をしてたら、はい、そのシャッターをダダ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 ダ、すみません、今、あの何々の、あの何ですか、あの、うちの前に今、ドア叩いて、シャッター叩いてる人がいるんです、来てもらえますか、じゃあすぐ行きますわって言って、また、ダン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 、そんな当たり前のようにある、当たり前のようにあった、いやー、ね、今の千日の誓いがあるじゃないですか、はい、あそこを掘ってる時にいろいろとね、はい、牢獄とか出てたって、牢獄牢屋とか、その中に人の骨が入ってたりとか、そんなんがボコボコ出てきましたとか、ね、いう話を聞いて、あるんやと、あるんですね、面白いですね、いやー、それそういう意味でね、不思議、とても不思議ですね、ちょっと不思議なところですよね、もう 見るなっておっしゃるので、はいはいはい、分かりました、うん、あ、なるほどね、あ、今ツイートでですね、はい。